この地に属さない気配を感じました。危険な気配です。はい、ここに。でもここは天領奉行の敷地のはずだ。何か用意。道を阻む者は全て切り捨てましょう。いや、たまです。ああ、エクスクリティです。はは、おっと、なあ、たまです。オッケー、今回は大物が釣れたよ。そこだ。Go down. Ha! Bitch! Whoa! Okay, come here, big guys. Chest, other chest. Exit chest. Oh, Raiden Shogun is coming. 今の状況を私に話してください。高塚家の跡取り。私たちはただ、近頃天領奉行で起きたことについて話し合いをしていただけです。そのためだけに、このような人里離れた場所で、浪人とカイラギを見張りに置いていたのですか。いや、まだビサロティポラデン将軍に できらべご。それは近頃の混乱のせいで安全面の問題を考慮し。黙りなさい。お、サイレンスウェンス。もともと交渉が目的で来たのですが、彼らが欲したのは九条家が罪を認めることを記した書面でした。九条家がメガリレーで犯した諸々の罪や近頃起きた様々な失態など。事実を述べているだけで決して捏造ではありません。確かに捏造ではないでしょう。しかしその中には高塚家の功績が多々記されてありました。しかしそれらは全て身も蓋もないことです。事実を述べたまで判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家は自らの印象を良くしようと操作し。It's all about hierarchy. 状況は概ね理解しました。あなたたちの論争に興味はありません。しかし高塚家の跡取り、yeah. あなたは天領奉行の地位を得たいと思っている。間違いないですね。それは、はい。そうであればわざわざこんなことをする必要はありません。天領奉行を任命するのは私です。決闘で私に勝った者に新たな天領奉行の座を与えましょう。おお、おお、dia jadi duel anjing. Bayangin lo duel lawan Tuhan anjing. 初代天領奉行は斧が手に握った刀を用いて彼の意志を私に証明しました。当然それ相応の試練を受ける必要があります。そんなHe's so fucking scared. まさか剣術の心得がないとでも。それとも年を取って自信をなくしているのですか。私のためと口にしておきながら私の刀と相対するのが怖いと。Yeah, it's true, it's true. どうですか。ではあなたたちは高司でも何でも私に勝てれば新たな天領奉行と認めましょう。Alright, let's go. 私の前に立つ勇気のある者は一人もいないのですか。僕に挑戦させてください、将軍様。Bold move. Really? 九条家の子息。残念ながらあなたが私に勝っても九条家の犯した過ちが帳消しになることはありません。いえ、賞賛があるとは思っていません。それに当主があんな過ちを犯してしまったんです。九条家が天領奉行を受け継いでいくのも終わって当然だと僕は思います。メガリレーを執行していた時、僕は父の考え方に疑問を抱いていました。自分のしていることが間違っていることも自覚していたんです。やっぱりティダSi bro ini udah ngakuin kesalahannya sih, jadi gua respect sih. しかし、どんなに疑いや反省を繰り返しても、たとえ全てを理解していても、行動には移せませんでした。今の九条家の没落は、そんな僕への罰なのでしょう。僕は何もできなかったんじゃなく、何もしなかったんです。少々残酷ですが、あなたの力では、どちらにしても何もできませんでしたよ。That's so rude, eh? はい、僕の力は微々たるものです。父は話を聞いてくれず、兄も僕を手伝えない。
一平に叱られることもしばしばありました。しかし少なくとも今は、九条家が最後を迎えようとしている時である今は、僕が九条家の名代なんです。よって父と同じ責務を果たします。将軍様の言った通り、僕の祖先は刀で自身の意志を証明しました。では僕にも、この九条かまじにも同じ形で終わらせてください。 Alright. これが僕に残された何かできる最後の機会なんです。明らかに意味のないことです。しかし受け入れましょう。かかってきなさい。 Okay. Imagine facing a god. Imagine. Ooh. Oh. Oh dude, I got chills on my spine. 九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか。ご指導のほどお願いします。That hurt so much. Okay, dude, okay. Don't give up, dude. Don't give up. I'm all in for you. Yeah. Ooh. Ooh. Don't give up. Ooh. Oh damn, damn. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Don't kill him. Bro, at least he tried. Dude, are you okay? Tatakae! Tatakae! Santori! Oh, bro! My respect for this dude goes bird. これが永遠の中にある変数です。しかし、その誇り、まだその地に残っていたようですね。しかし、この決闘を経て、九条家の処置はしばらく保留することにしました。これから、高塚家は以前と同じように、九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに、忠誠を誓います。もしあなたたちがまだ、ファディのやり方に従い、誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。Damn, ini kayak kayak yang disensin anime yang itu gak sih, yang karakter mau marah kayak gitu anjir. あなたたちは私と共に来てください。Oh. 静かな場所へ行き、話したいことがあります。Okay, what are we gonna talk about, A? A が物事を処理するとき、やっぱり将軍って感じがして、威厳たっぷりだったな。Yeah, yeah, yeah. そうですか。自分では結構融通が効くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条かまじを切っていたでしょう。Yeah, he was lucky. 彼はあのようになる覚悟ができていました。確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました。九条かまじは優秀な後継者ではありませんでしたが、そんな巨大な変化の中、私に変わらないものを見せてくれました。これはあなたたちのおかげでもあります。街の散歩、あなたたちがくれた写真、それらを見たからこそこのことに気づけたのです。これからの九条家はどうなるんだ。まだ天領奉行を引き続きやれるのか。
Yeah, what will happen next to Kujou clan? それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、犯した過ちをかき消すことはできません。しかし、もう少し時間を与えましょう。何せ、過ちを犯したのは彼らだけではないのですから。Yeah, even A did some mistakes too. 将軍は間違いを犯さない。犯してはいけないもの。しかし、A として彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。That's what I want to hear from the first A. これからの日々、考えるべきことがたくさんあるでしょう。しかし少なくとも今は進むべき道を見つけられたような気がします。Will you rule Inazuma directly without your puppet? 最も永遠を脅かすのは時間がもたらす魔耗ですから。Okay, okay. 将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは私が時間とともに変化してしまうことを予測したからなのです。ですがまとまった考えについてはどんなに困難でもやり遂げようと思います。 OK 確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですね。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も健康な将軍の姿が見れた。これで悪い噂とかも自然に消えるはずだ。 Next time we'll bring you some fun little trinkets. いいえ、結構です。これは私の生活の一部ではありませんので。 Don't be like that. それに私に付き添いが必要みたいに言わないでください。実に面白い。堂々たる将軍様が田舎から来た素朴な娘のように城内で買い物をするとは、この目で見られなかったのがまことに惜しまれる。You and the shogun enjoy teasing each other. いいんじゃ。あやつはそのようなこと気にせぬ。決してな。Bro, that wing over there. Oh, God, she's so pretty. Yeah, I'll be combining her when.